ドラドラ野球 TV です。今回はドラゴンズの開幕スタメン予想。第2弾をやっちゃいます。このチャンネルは、中日のドラフト候補、若手情報の専門、チャンネルです。動画更新の励みになりますので、チャンネル登録よろしくね。明けましておめでとうございます。今年もドラゴンズファンが今知りたい、議論したい内容を、魂込めて、動画にしていきます。応援していただけたら幸いです。本年一発目にふさわしい。2022年立浪ドラゴンズの開幕スタメンを予想していこうと思います。今回予想するのは、立浪監督が選ぶであろうスタメン、と私ドラドラ的理想スタメン、の二つです。前回は立浪監督就任直後の10月末に日本一早い開幕スタメン予想として動画を投稿させていただきました。その後、秋キャンプ、オフのメディアなどでの発言もあり、立浪監督の描くオーダーが、徐々に明らかとなってきました。今回は情報を整理し、答えを紐解いていこうと思います。ドラファンの皆様もどしどし予想を、コメントくださいませ。みんなで盛り上がりましょう。それでは行きましょう。レッツラ、ゴー。ドラドラ。まずは予想する上での参考として、過去の立浪監督がメディアで、発言してきた。ドラゴンズのベストオーダーの推移を見ていきましょう。左上が2021年4月。続いて9月が右上。左下が監督就任直前の10月。右下が監督就任直後の11月のものです。結構名前を挙げている選手は固まっている感じです。集計したのがこちらです。4つすべてで名前が挙がったのが、大島、高橋周平、ビシエド、木下拓也、京田の5選手です。続いて3つで名前が挙がったのが、石川昂弥、アリエルの2人。2つで名前が挙がったのが、岡林選手です。監督就任後もよく挙がってくる名前ですね。過去名前が挙がった選手を、ベースとして、監督就任後に評価が挙がった選手たちを組み合わせた開幕スタメンとなりそうです。続いて立浪監督就任以降、11月12月の選手編成の、大きな動きを確認していきましょう。まずは、感染症蔓延による、新外国人凍結。その後何の動きもないため、レフト最有力候補であった新外国人スラッガーが、開幕に間に合うことは、ない感じですね。これは割り切って現有戦力で、レフト争いを予想していきましょう。もう一つが、秋キャンプでの二塁、外野のポジションへのコンバートです。開幕レギュラー期待の岡林選手や、脅威の出塁率を、誇る郡司選手などのコンバートが、活発になりそうです。この二つが開幕スタメンを予想する上での大事件ですね。そして秋キャンプ、立浪監督発言から見える選手起用を最後に確認していきましょう。立浪監督の目指す野球、理想の野球はタイロン・ウッズが4番を務めた2006年の恐竜打線。荒木、畑、福留、タイロン、森のアレックス、井上、谷繁。という打線ですが、今の中日で派それは夢のまた夢、今ある戦力で勝利を、目指す形としては強力な投手陣で守りかつ守備型の、野球になるのではと思われます。当たり前ではありますがセンターラインの、キャッチャー、セカンド、ショート、センターは守備力最重視です。本来ライト候補であった岡林選手、伊藤選手のセカンドコンバートから推測するに、長打力のないアベレージヒッターはセカンド、ショート、センターしかポジションは、ないということのような気がしますね。また、もともとセカンドで長打力のある阿部選手を、外野で試しています。ということからもセンターライン以外の、ポジションは長打力のある選手を、置きたいという表れではないでしょうか。また、若手の選手起用については、使い続けたらものになると、思える選手なら使い続ける、との発言をされています。これをどう紐解くかというのも、予想する上で重要になってきそうですね。さあ、それでは開幕スタメン予想の、発表です。まずはほぼ確定のポジションから。まずはキャッチャー。ここは木下拓也選手で、確定だと思います。木下選手への立浪監督の、要求は全試合乗り切る体力と、西山コーチとリード面を、伸ばしたいというところ。キャッチャー構想的には、第2キャッチャーで総合力の桂選手。打撃力をチームに生かしたい郡司、石橋、山下の3選手は外野や、ファーストでの併用が本格化しそうです。またアリエル選手は、このオフの新外国人補強が、凍結のため、レフトでの起用で固定されそうですね。続いてファースト。こちらはビシエド選手で確定だと、思います。
立浪監督の要求は、打ち急ぎの癖を修正し、ホームランを増やすこと。ビシエド選手が怪我をしたり、よほどの不調に陥った場合は、右側に記した強打の、選手たちにチャンスが回ってくるでしょう。続いてショート。こちらは強打選手で確定だと思います。立浪監督の要求は出塁率アップと、守備の再構築。とはいえ強打選手の守備力を、現在脅かせる存在は、いないため、確定だと思います。強打選手の故障、不調の場合は右に記した選手たちが、第2候補になってくるのではないでしょうか。続いてセンター。こちらは大島選手で確定でしょう。立浪監督はキャプテン制度廃止と、発言していましたが一転、大野投手と大島選手を、キャプテンに指名しました。これはキャンプでチームを始めて中で、見た立浪監督が投手は大野、そして野手は大島がチームを、引っ張っているんだと確信し、在任期間の3年間、この2人と心中すると、決めたのではないかと思っています。それと同時に大島選手が、40歳を迎える3年後までには、大島選手を、引きずり下ろすセンターを作り上げることを、監督は使命と考えているのではないでしょうか。大島選手の故障、不調の場合は右に記した選手たちが、第2候補になってくるのではないでしょうか。続いてはサード。こちらは高橋周平選手でほぼ確定だと思っています。ファンとしては石川昂弥選手への期待が高いのですが、立浪監督の発言からサード高橋周平は固いと予想します。周平選手の故障、不調の場合は右に記した選手たちが、第2候補になってくるのではないでしょうか。どやどや。さあ、残るは、セカンド、レフト、ライトです。さあ注目のセカンドは岡林選手を大抜擢するのではないかと思っています。選出理由は立浪監督は解説者時代から岡林選手を買っており、就任後もその評価は下がっていない印象です。セカンド守備もたった20日の練習でもその才能の片鱗を見せています。石川昂弥選手の守備も一定の評価は受けておりますが、守備重視のセカンド。今のところは岡林選手が一歩リードしているのではと予想します。ただ、候補選手は多くおり、右に記した選手たちとの争いになるのではないでしょうか。続いて注目のレフトはアリエル選手ではないかと思っています。本来強打の新外国人を置く予定だったスラッガー枠が、レフトというポジションです。アリエル選手選出理由は候補選手の中でも強打が期待でき、立浪監督が昨年から評価を続けている選手だからです。ただ、アリエル選手そして福田選手は故障がちなため、セカンドからコンバート予定の、阿部選手がレフトに入る可能性も、高いかもしれません。レフトにも候補選手は多くおり、右に記した選手たちとの、争いになるのではないでしょうか。続いて注目のライトは三好選手の、大抜擢の可能性があるのではないかと、思っています。ライトはレフトより、走力と肩の強さが求められると、思います。立浪監督の頭の中には、長年チームを引っ張ったセンター大島の後構え育成をライトでやりたいと考えていると思います。守備指標的に大島選手のライト側の守備範囲が狭くなっていることもあり、大島選手の守備範囲を補完する守備力を備え、かつ強打も打てる選手というのが、ライトに求める能力。三好選手を選出した理由は立浪監督の、三好の体力は素晴らしい。との発言、そして使い続けてものになると、思えば抜擢するという発言の、答えは今のところ三好選手が、一番ふさわしいと思ったからです。立浪監督は根尾選手には、厳しい発言を続けており、オープン戦次第になるのではないかと、思っています。ライトは三好選手と根尾選手の、ライバル争いになりそうです。ライトにも候補選手は多くおり、右に記した選手たちとの、争いになるのではないでしょうか。最後は開幕投手。こちら覇王の雄大投手と予想します。選出理由はやはりキャプテン就任が大きいですね。大野投手も開幕候補に立候補しています。開幕投手に関しては、立浪監督は就任当初から、開幕はこいつと決めていると発言されています。それが誰かと考えた時、4人が思いつきました。チームを引っ張る大野投手。昨シーズンの勝ち頭、柳投手。一番期待していると発言のあった小笠原投手。そしてドラゴンズ未来のエース、高橋宏斗投手。前回私は高橋宏斗投手を予想したのですが、フェニックスリーグ終盤での失速、その後立浪監督発言も特にないため、残念ながら高橋宏斗投手大抜擢はないなと思ってしまいました。おそらく開幕投手は大野投手で決まりではないでしょうか。どやどや。おまけです。
こちらは立浪監督発言関係なく、私ドラドラが見てみたい開幕スタメンです。こちらはドラフト好き、若手選手好きの私の独断と偏見で選ばれております。二塁は守備経験値のある周平選手、三塁はやはり優の希望、石川選手を抜擢したいです。そしてレフトはルーキー鵜飼選手の大抜擢。いろんな不安はありますが使ってみたいという結果をドラフト指名以降見せてくれました。そしてライトはネオ選手、びっくりするほどアンチが増えている印象ですが、私はネオ選手はこんなもんじゃないと一片の曇りもなく信じています。外野守備は一軍でもトップレベルです。ノリコーチ、森野コーチと今年1年で開花してほしい。大丈夫、アキラハイツでも後から追い上げてきますから。そして開幕は新之助投手、本物か否か進化の問われる1年です。以上私のリソースタメンでした。すべての選手が怪我なく実力を発揮できるよう心から祈っております。頑張れドラゴンズ。今後打順予想、ファンの皆様への開幕スタメンアンケート第2弾も実施予定です。2022年もドラゴンズの勝利のために我々ファンができることを考えて盛り上げていきましょい。ご視聴ありがとうございました。皆様の予想する開幕スタメンをぜひコメントくださいませ。それではグッバーイ。どうやどうや。